そうですね、私が今ここにいることでしょうか。スクールアイドルとしてここに立っていることもそうですし、ほのかたちが一緒にスクールアイドルをしていることも奇跡のように思います。あの時スクールアイドルになることを拒絶しなくてよかったと思っています。そのおかげで8人のとても大切な仲間ができましたから、元をたどれば私たちが同時期に生まれ同じ学校へ入学したことも奇跡なのかもしれません。そう思うと人間にとって当たり前のことなんて何一つないのかも。もちろん応援してくれるあなたがいることも私にとっての奇跡です。これからも一つ一つの出来事に感謝して進んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。